1973から1974シーズンの NBA は NBA の28回目のシーズンである。ドラフトではダグコリンズがフィラデルフィアセブンティーシクサーズから全体1位指名を受けている。またカーミットワシントン、ジョージ・マクギニス、ラリー・ケノン、エルニー・ディグレゴリオ、ロンベ・ハーゲン、EC ・コールマンのほか、後に NBA のヘッドコーチとなるジョージ・カールや、 ジム・オブライエンらが指名を受けている。このシーズンから、スティール数、ブロックショット数も公式に記録されるようになった。ボストンセルティックス4から3ミルウォーキー・バックスビル、ラッセルの引退と共に優勝から遠ざかっていた、ボストンセルティックスの復興は、思いのほか早いものだった。8連覇時代を知るジョン・ハブリチェックに、セルティックス復興の立役者であるデーブ・コーエンス、ジョ,ジョ・ホワイトらが主力を担い、 1971から72シーズンにはニューヨーク・ニックスからデビジョン王者の座を奪回それでもプレーオフではウィリス・リードとウォルト・フレジャー擁するニックスの前に敗退を繰り返していたが、1970年代に入ってカンファレンス決勝3度目の対決となった。このシーズンはニックスのウィリス・リードとデイブ・ディバッシャーが故障に見舞われたこともあり。 セルティックスが4勝1敗で、ニックスを退けて5年ぶりに、ファイナルに進出した。ミルウォーキーバックスは、キャリア末期を迎えたオスカー・ロバートソンに代わって、先発ポイントガードを務めるようになったルーシャス・アレンが、シーズン中に負傷し、プレーオフを全球するというアクシデントに見舞われたが、3度目の MVP を受賞したカリーム・アブドゥル・ジャバーの活躍で、 プレーオフを8勝1敗の圧倒的強さで勝ち抜き、3年ぶり2度目の優勝を狙ってファイナルに挑んだ。カンファレンストーナメントでは指して大きな問題とならなかったバックスのルーシャス、アレン不在はセルティックスとの対決で一気に表面化した。セルティックスは35歳のオスカー・ロバートソンとロン・ウィリアムズの不完全なバックスのバックコート陣を徹底的につき、 序盤にリードを奪ってからは一度も追いつかれることなく95から83で第1戦を勝利した。続く第2戦はカリーム・アブドル・ジャバーとボブ・ダンドリッチの活躍で延長戦の末105から96でバックスが勝利。第3戦はセルティックスのデーブ・コーベンスがファウルトラブルに見舞われながらも30得点を挙げ、さらにコーベンスのバックアップを務めた。 副兵ヘンリー・フィンケルが26得点を記録。セルティックスの強力なプレスはバックスに27回のターンオーバーをし、95から83でセルティックスが第3戦を勝利した。セルティックスの強力なゾーンプレスに苦しみ、さらにシューティングガードのジョン・マクグロック・リンの負傷で、さらにバックコートの駒を失ったバックスは、ここまでほとんど出番のなかったミッキー・デイビスに助けを、 求めた。デイビスはチームの期待に応えて15得点を記録し、ジャバーも34得点を挙げてバックスは97から89でセルティックスを破った。第5戦は96から87でセルティックスが勝利し、セルティックスがいよいよ優勝に大手をかけた。後がなくなったバックスは第6戦でダブルオーバータイムにもつれた末、最後はジャバーの妙義。 スカイフックが劇的な決勝点となって102から101でバックスが辛くも勝利した。セルティックスが一勝リードしてはバックスが勝敗をタイに戻し、うちに試合はオーバータイムまでもつれるという激戦となったファイナルは第7戦をセルティックスが102から87でものにし、5年ぶり12回目ビル・ラッセルが引退して以来初となる優勝を決めた。ファイナル MVP には セルティックス10年目にして7度目の優勝を手にしたジョン・ハブリチェックが選ばれた。1970年代前半随一の強豪チームであるミルウォーキーバックスはこの2度目のファイナル進出を最後に優勝戦線から遠ざかり低迷期に入る。当時リーグ最高峰の選手だったカリーム・アブデルジャバーは1975年にはバックスを去ってしまう。前々期のエルジンベーラー。 前期のウィルト・チェンバレンに続き、このシーズンは1960年代から1970年代前半にかけての NBA を彩ったスター選手が退去して NBA を去った年だった。個性豊かな巨星たちが次々と NBA から去っていったことも NBA 人気の停滞へとつながった。豊富なタレントを誇り、1970年代に2度の優勝を果たしたニューヨークニックスは、 多くの主力メンバーが引退した。ありがとうございます。